つまんないやつとゲームし。だって、まあ、面白くないキラーとゲームしてること自体の時間の無駄だから。あれだから終わりましょう。相談ばらまかれてるし、めんどくさかったらもう終わりましょう。相談だし、てか相談って何秒聞くのこれ。エルキア持ってこいよ、まず。リージョンじゃねえの、それとも。リージョンかと思ったら、これ、リージョンじゃないってこと？動きながら変えながら位置変えながら戦う戦いだよ今日。あまり動画音もあるから普通に触んない。
ネア・カールトンのところが大事。ペンミンを誰が救ってくれればカバーじゃない。俺のところが5割回るか。調整しよう。いい、こだわるな。好奇心だ。あ、で、これ直さないと。直した方がいい。これオブセッションじゃないんだよね。だからオッセンだ。そうかね。チーム全体で。ただ、カーオンがありかねねえから。一緒に回していい子なのかな、わからん。カードが行ってくるわ。カオンの作戦が悪いと、ペンミンをフリーにする作戦取るわ。おお。ダリナの位置のバックアップ。ダリナの位置のバックアップに入るわ。真ん中なのかな。大事なのは、大丈夫。フェンミンの位置が回った。位置を変えるか、別なところの発電機さえ触れれば。ああ、メンミンが、回ってほしいんだけどね。位置わかんねえだろうね。あ、ここの発電機助け出されたら向こうの小屋側に向けるっつう。じゃない。まあ、長期戦を見据えるしかねえわ。ここで発電機、ここと、真ん中なのかな。どうやって逃げるかだろうな。なんでこんなおっせんだろうか。ああ、アンフォーシンとかあんのこれ。はい、怖い。やばい。ここじゃない。マニアはねって、もう方針がなんかある。二人が回してる存在が気づいてない。あった。ば。
もう一回。うわっ、青方針だ。それは存在は察知したから。これがこれがヒーローじゃん、デッドバランス。まただよな、美しいデッドバイのエース、デッドバイの10番、また見せた。恥ずかしいことじゃない、キラーをこっちエリアに引きつける。なぜ来てくれたんでしょ。うん、だから回せんだよ。不協和音はないっぽいんだよ。まだデータは入った。アンフォージン、不協和音はなさそうとか。だから輝く。ヒロちゃんがいればチームは勝つ。チームで勝つ。データは入った。いろいろ。アンフォージンが入ってた。どうしよう。家行く日もあったね。闇の信仰心。これはわからんけど。うん、かる。いや、いい。あそこの発電機じゃない。本当の本体。うん、向こうが回りゃいいだけだから。こっちのエリアに来てくれるかどうか。まあ、気づかなくてもいいんだよ。あ、来てくれればいいだけだから、別にいいんだよ。少しでも時間稼ぐのが大事だから。ほんの少しなんだけど、それでも全然変わるからね。うまいこと回したみたい。